岡井上光先生ですおはようございますおはようございます本当におごてしです。い私の方も忙しくて、はい、もうお目にかかりたいと思いながらすれ違ってすれ違ってすれ違っちゃったんですよねね、もうねこんなに経ってしまったと思ってかった、ねね、3ヶ月経ってしまっていて、はいはい、でもその三ヶ月の間にですね、ええ、先生にご登場いただいた動画の再生回数、はい、うなぎのぼりなんですよ あら良かったです。え特に一回目の動画、えー、今年の一番最初に放送させていただいた動画はですね。はいはい、お正月ですよね。はいお正月の分です。はい、なんと今も四千五百回を超えてましすですね。あそうなんですか。はい。あのうちの動画の歴代トップが今まで五千数百回がトップなんですけども、えー、うもうそこにもう迫っていてですね。えー、あと一二ヶ月で追い越すんじゃないかっていう。 そうなんですね。ありがとうございます。いえ,いえいえいえ。で、その後、二回、三回、四回とご登場いただいたものも。はい、どんどん再生回数が上がってるんですよ。あ、そうなんですね。はい、お役に立ててよかったです。いえいえ。こちらこそ、本当にありがとうございます。はいえ、はい、い,いえ。なので、やはり先生の、はい、あの、に対しての注目度。 先生がなさってらっしゃるこの感想学、はい、顔の層を読んでいくっていうことに対しての一般の方の興味の度合いの深さっていうのが、はい、この再生回数でもまたちょっとわかるかなって感じなんですよやっぱり皆さん顔っていうのはみんな持ってるもので,、はい、で一番気がついてないものなんですね、はい、だから人の顔ってよくわかるんだけれど、えー、自分の顔を マジでと見てる方って、はい、少ないと思うんですねやっぱり鏡は見ますけど、はい、鏡を向いた瞬間に顔を作っちゃってるじゃないですかそうですね写真撮っても なぜか固ままっっててすよね顔ってね顔、うんね、<laughs> なのでナチュラルな感じに綺麗に撮れることってなかなかなかったりするんで、はい、せいぜい、うん、自分の顔が比較的ナチュラルに見れるのって動画かもしれないですけどもそうですねやっぱり動くじゃないですか表情って。そうなんですでも今ね、うん、あの動かない方が増えてるんですね。え そ,それは笑っても顔がこわばって笑えない人って増えてるんですよだから笑っても口角が下がっちゃったりとか、えー、この辺の筋肉が動かなくてあ、のありの筋肉みんなね、あの顔って脳が作ってるように脳が、はい、あの指令を送ってるわけですね、えー、だから脳が指令を送ってもあの上げる筋肉下げる筋肉があって、はい、下げる筋肉だからみんなこう暗いこ,うことばっかり考えたりとか不満ばっかり持ってるから、はい、こう下に下がる筋肉にどんどん指令がいって。えーで 口角が上が上らなくなくってるのねだから最近あの表情のない人っていうのが増えててうってことは結局心がなかなか表現できないっていう世の中になってるんじゃないかなって思うんですね。せめて笑顔を しても口角が上がってくださらないと世の中明るくならないので、もうそれだけは毎日鏡を見て朝みんな自分に笑いかけて、で今日の自分は素敵とかね、今日の自分の笑顔素敵とか思って外に出るような訓練をしていただくと世の中明るくなるんじゃないかなって私はいつも思ってるんです。そっかそっか。実は私毎朝やってるんですよ。そうでしょう。はい。めぐみさんなんかすごくあの顔が明るくなりましたもんね。 力強くなってるそうですかで、なんか眉がすごく長くなってるんだけど、なんかいいことあったんじゃないいっぱいありました。ね<え>いや、もうそのこともご報告はしたいし、いろいろとおしゃべりもしたいし、出演もしていただきたいし、で、ずっとずっとずっと,ずっと待ち焦がれていた三ヶ月だったんですけど。れ本当にびっくりしました、今日。あの、<laughs> 本当眉がね、すごく長くなってらっしゃるの。え。<laughs> <で>えー、なんでかなってで前の長さっていうのはい、あの寿命の長さであったり、はい、今ご自身がやろうとしていることがずっと長く続くっていう意味があるんですねそうなんだ、うん、だからなんかこう軌道に乗ったことがずっと今はこうなんかこう並行してすごくうまくんかこう貫いていこうっていう思いがものすごく強いんだと思うそうなんだだからね、うん、あの何かまだ伺ってはないんですけど今こう<っ>やろうとしていることがすごくうまくいってると思いますよ、はいうんうん いや実は、はい、あの前々からちょっとお話をしていた私の書いた小説の「B の法則」のアニメ化これを応援する方々が増えてきてるんですよ、ぐっとで実現がも、もちろんまだ目に見える形までは来てないんですけどもうん、うん、えこのままいったら本当にできそうだなっていう手応えをどんどん感じてきてるっていうのが一つあともう一つ、やっぱりお話ししたことのある私の持ってるシャンプー、はいはい、これがとうとう本当に出来上がります。 あそうなんですね、うんまあ、これも出来上がりますって言っちゃいましたけどまだ日程とか決まってなくてただ自分で会社を起こすことを正式に決めたりとか、はい、そこに対しての資金のこう準備とか、はい、このあたりがやっと目鼻がついてきたので,で,、ね、ですよだけどで、うん、諦めずにこつこつとやってきていてやっとそれがそうですね花、うん、開いてるかなって感じで。あそうなんだ、はい それがこう手に取るような感じになってきたのでで、それによって周りの人脈とか状況も変わってきてきるんですよでもそれはめぐみさんが変わったからよ、うん、やっぱり人ってご縁ってね、はい、やっぱり変わ顔でつないでいくように人の縁がね、えー、運をこう持ってきてくれるわけなので私も本当にめぐみさんと知り合って、はい、あのいいこう運っていうかね こうやって皆さんの前であの感想学についてお話をねさせていただく機会を得たりとかっていうようなことがあって本当にあのねあの皆さんにこういうことをお伝えできるっていうこともすごいことなんですけどやっぱりあの人の縁っていうのはすごく大切だと思います。ですよよね <うん S 2> 本当にあのもともと口角を上げううっていう努力は 10年以上前からはしてたんですね。実はっ下がりっぱなしの人だったんでしょ。そうですね。まだちょっとこう平行ぐらいまで来たかなっていう感じよね。はい。前は本当にもうはっきりと下がってたんですね。10年前は。そこからある方に指摘されて口角を上げるっていうのを意識するようになったんですよ。それで変化はしてきていて、それとともにやっぱり運気も向上してきた実感はあったんですね。ところが今年の2月くらいから、毎朝ちゃんと鏡を見て自分に対していろいろ な宣言をしつつ、はい、笑顔を作るっていうことをしてるんですよ。はい それがいいと思います。はい、で、あの宣言するのも心で思うだけじゃなくて、やっぱり声に出して言うと。脳にちゃんとね、あのこうインプットしてくれるんですね、うんはい、刻んでくれるのね。だから、そういうことがいいことがこう。相まって、はい、今その眉にこう出てきてるっていう、<laughs> なんかすごいいい笑顔をされてますけど。け、はい、で、笑った時に。ピュってこう、目のところに、すごい綺麗な皺が出るのね。はい、それもね、あ,あのいい方向に向かってるっていう。あのきっスをというか、いいね、そ、えー、の。 あの、えー、シワなんですよ。そんなのもやっぱり分かっちゃうんですかそうなの。顔はね、見た目そのもので、えー、の見かけそのものなんですね。そっか。はい。なのでやっぱりこう、お付き合いする相手とか <laughs>、はい、その、やっぱりこう、上昇気流に乗ってる方の顔立ちというかそこから見えてくるものってあるじゃないですか。あありますありまますす。すで、逆に、ごく 内面いい方のはずなんだけども、うん、最近うまくいってないなっていうのは素人目に見ても分かる部分があるのでそこもちろん専門で、えー、あのいろいろな知識をもちろん先生から見ると、はい、もっと細かく分かると思うんですけど、はい、何かこう皆さんにアドバイスできるようなポイントってありますか こういうい状態だったらちょっと要注意だからその方になんかアドバイスしてあげた方がいいよみたいなこととかやっぱりね、えー、あの顔に色ツヤっていいいいううものがないといけないととけ思うんですね、はいはい、でこれはやっぱり自律神経が全部こう体を管轄してくれるんですけど、えー、やっぱり色つやがなくなってくると何かこう不安があったりとか、はい、どっか体の調子が悪いとかっていうことがうん、うん わかるんですね。はい、だからあのパッと見てこういろんなパーツって大変なので、えー、見たときに本当に顔色が良くて血色が良くて、はい、でもう本当に輝いてるってもう力があるって見たわ <laughs> かると思うんですね。か確かに確かにうん、うん、そうなんです。うんうん、だから色艶っていうものが一番こうまあ感想学的にも重要なポイントの一つなので、はい、それとまああの本当に口角を上げた笑顔ですよね。うん、なるほど。はい。でやっぱりその色艶やが毎日ち,ちょっとさえないなとか。はい 今のタイミングだといつもよりもなんかちょっと落ちてるかなって思われた場合はそういう部分でもう口角上げるところからやってみましょうみたいなとかすればない,いのかな。 まずね、形から入っていただきたいのだから笑っても上がらない人は手で上げてもいいのでそれをやっていくうちに形ができてくると今度脳にね、指令が逆に行くんですねだから脳と顔っていうのは因果関係があるのでだから頭で考えて口角が上がるようになるのかそれができない人はもう本当に手で口角を上げて笑顔を作る練習、形から入っていただきたいと思います、それでも十分効果あるので。そか うんでね、冒頭で表情が作れない方が多いというお話もあったじゃないですか、はい、それは本当にちょっと危機的なな状況です、ね、ですすものねそうん筋肉とかね神経が動かなくなっているということは脳があの機能してないということ、はい、顔に指令が遅れてないということなのね、はい、だからやっぱりあの本当に今悩んでいる人、はい、あの悩まなくてもいいことに悩んでいる人がたくさん増えていると思うんですね、はい、だから人間しか本当に心も笑顔も、はい、あの持っている人間しかないの。 だからやっぱりその、ね、人間として一番大切な部分を、はい、あの忘れかけてるんじゃないかなって思う毎日なんです私はかだからそれをたくさんの方に本当に届けてあげたいなっていうふうに実際先生とこうお話しさせていただいていろんなアドバイスポロッぽっとちっちゃなミニアドバイスをいただくことが多いんですけどこれ一つ二つ知ってるだけでもやっぱり人生変わるなって思うので。すでから先生に お願いしてちっちゃなお教室とかいっぱい開けたらいいなとか思ってるんね。あのちっちゃなお子さんからね本当に育ててるお母様からまた経営者の方それからもう本当にご高齢でこれからシニア層がますます増えてくるんですけどみんなやっぱり週末に向かってすごい不安がいっぱいあると思うんですねでもこの感想学って本当に人がどうやったら幸せに生きていけるかっていうことを顔で教えてるものなのでもうどなたにでも聞いていただけるお話なのでぜひそういう機会をいと思いま 機会があったら、はい、あの聞いてみてくださいっていう風にわかりました、はい、今ちょっと私と仲間うちでも企画中なのでぜひ、はい、先生にもお越しいただきたいなと思うし、はい、それが決まったらまた番組でもご案内して、はいろんな方に参加していただきたいなっていう風うに思っております、はい、はい。で本来今日 お話を伺いたいと思っていたポイントがあったんですけど、そこまで全然到達しなかったので、はい、そうですよね。もう久しぶりの、うん、<laughs> お久しぶりの話も終わってしまったので、はいはい、また来月こそ、はい、ぜひまたそのお話続きを聞かせていただきたいと思います。分かりました。本当にありがとうございました。えー、こちらこそありがとうございました。はい、岡井先生でした。